子どもの生活習慣やストレス状況を測る新たなシステムが産学共同で開発されました。心のリスク診断は静岡大学と富士市のケンテムが共同で開発したウェブサービスで、児童や生徒が簡単なアンケートに答えることで生活習慣やストレス状況を知ることができます。生活習慣をクラス全体と比較したり、悩みに対し高校生や大学生がアドバイスする機能を活用したりすることで、児童や生徒自らがリスクに対応する力を育てることが狙いです。先生がやりなさいって言って管理していくんではなくて、なのでうまくストレスや悩みと付き合っていく、自分がそれにやっていこうと思えるような使い方をしてもらえるといいかなと思っています。心のリスク診断は今月から県内の学校で実証実験を重ね、来年度の運用開始を目指すということです。